第二青函丸は、鉄道省青函航路の鉄道連絡線で、鉄道車両構想専用の車両都線で、先に就航していた第一青函丸の改良型であった。貨車積載能力の大きい第一青函丸就航により、青函航路の貨車構想能力は増強されたが、それにつれて、貨車構想の需要も増加していった。しかし、第一青函丸では、 タービントラブルが多発し、一旦急行すると、その積載能力が大きいだけに影響は、甚大であった。このため建造されたのが、第一青函丸の改良型の車両と線、第二青函丸であった。第一青函丸の問題点であった。ボイラー、タービンは一新され、船体にも、主持の改良が加えられたが、その基本構造は変わっていなかった。車両看板には、 第一青函丸と同じ方式で、軌道が4線付設され、各線の有効長も第一青函丸とほぼ同一で、ワム型貨車ん四43両を積載できた。第一青函丸では、高天寺の波浪で、積載貨車を損傷するという問題があったため、第二青函丸では、両波成功場のため、船体を1.2メートル延長して、全長112.78メートルとし、 選手楼の高さも、第一聖冠丸の場合、乾板室に層分相当の5.2メートルとし、長さも17メートルと大型高して、積載下車の先頭車両のみ覆う構造とした。車両乾板原則のブルワークの高さも、第一聖冠丸の1.8メートルから、第二聖冠丸では、選手楼と船橋楼間では3.3メートルに、船橋楼と、 千尾楼間では2.1メートルに傘上げした。しかし、車両甲板を覆っているのは、この選手楼以外では、第一青函丸同様、船体中央部の船橋楼と、後部操打室のある、千尾楼だけで、依然、車両甲板の大部分に、天井はなかった。このため、降雪時の貨車積み下ろし作業に支障をきたすと、第一青函丸の問題点を根本的に、 解決できてはいなかった。選手量が高くなった分、前方視野確保のため、操打室が第一青函丸に比べ一層分上がり、商法丸型と同じ高さに戻った。このため、操打室直下の探偵看板上には、看板室が新設され、ここに船長と一等、二等、三等の各、航海士居室が設けられた。この看板室は、 幅7メートル程度で両側の探偵甲板は露天のままであったが、第一聖看丸とは異なり、探偵甲板を原則まで広げ、格言一本ずつの煙突はこの探偵甲板から立ち上げ、この煙突の後方に救命艇が格言一隻ずつ喧嘩された。このため、第一聖看丸では煙突が立ち上がり、救命艇が設置されていた。 有保乾板室両限の露店部分は第二聖乾丸では、側面が解放された屋根付き遊歩楼となり、その一部原則分け無理時に占拠されていたが、前後方向の通行の妨げにはなっていなかった。有保乾板室には、乾板部以外の高級船員居室、無線室、高級船員食堂とその厨房等が配置され、右舷には、天馬線が救命艇と干渉しない後方寄りの屋根の、 ない場所に一石喧嘩されていた。また、高くなった、選手廊の2階部分は低選手廊看板と称し、ここを看板部員居室にあて、選手廊1階は、第一聖官丸同様、普通製印用の厨房と調理人居室、洗面所、トイレに、その下、車両看板下の第一戦争、第2看板には、機関部員居室と三等客室と称した、和室付き添い人室が設けられた。 船底は二重艇となり、第一聖艦丸では省略されていた、船首だが復活し、商法丸型同様操舵室並びに、後部操舵室から操舵できたが、あまり使われることはなかった。船体縦強度補強のトラス構造は、第一聖艦丸同様設置され、ヒーリングタンクも第二戦争量源に置かれた。第一聖艦丸では輸入品の蒸気タービンを採用、 なお本線への川崎式衝動タービン搭載は、巡洋艦機長さに続く第2戦目で、小船用としては、初めての搭載であった。このタービンは、第1聖艦丸同様、担当タービンで、二段減速歯車を介して、主軸を駆動した。第1聖艦丸は1日1往復半、運行可能な性能を持ちながら、日々の貨車構想力の波動発生を避けるため、 就航以来1日1往復の運航に止めていた。同じ速力で同じ貨車積載能力の第二聖艦丸就航により、1930年10月1日から、この2席で1日3往復の運航を受け持つことができ、運航効率は上がった。しかし、以前どちらかが休行した時の貨車構想力の波動発生問題は残った。ありがとうございます。